はいどうも、キリハです。今回は1月12日から開催される総力戦ペロロジュラ屋外戦のおすすめ生徒だったりエリア適性なんかを解説していこうと思います。今回のペロロジュラなんですけれども、皆さんが思っているよりもかなりやばい総力戦になります。その理由に関しても説明します。それでは早速やっていきましょう。はい、こちらがエリア適性の一覧になります。この神秘生徒は攻撃に関わるキャラクターを集めた感じになります。見ていただくと分かる通り、適性の生徒が全然いないんですね。前回人権だったアリスだったりバニーカリン、水着あずさは適性が S なのが、今回適性がかなり外れています。特にアリスを使っている方多かったと思うんですけど、適正 SS まで行っていた方は今回 50% 減のダメージになります。かなりきついですよね。なので今回は一戦からは引いてしまうんじゃないかと思います。あずさも置物で運用していて、たまにスキルを使うぐらいのキャラクターだったと思うんですが、今回 S から C に落ちてますので、このあたりもちょっと考えないといけないかもしれません。バニーカリンは唯一 S から B に下がっているので、B だったらまだ使えるんじゃないかなと思います。ハルナも前回使われてましたが、B から D に下がってますね。このようにもう適正キャラがかなり少ないんですね。A なんか一人もいません。S に関しては今回実装されたムツキ正月と水着の真白、この2人だけになります。ただ、スペシャル枠はかなり貴重で、そこを火力にするわけにはいかないので、おそらく水着真白は入らないんじゃないかと思います。そう考えると、ムツキの正月以外は、バッチリな適正のキャラがいないような総力戦になります。そもそも神秘の総力戦って、生徒が少ないので厳しいんですけど、これはさらに厳しい総力戦になりそうです。そして、この内容を踏まえて、おすすめの生徒を紹介していこうと思います。はい、先ほどのエリア適正を鑑みて、今回作ったおすすめキャラの一覧になります。こちらに関しては、ツイッターにもツイートしてありますので、よかったらダウンロードして使ってみてください。概要欄に URL を貼っておきます。その際、リツイートをしていただきますと、他の先生にも届きますので、よかったらご協力いただければ嬉しいです。そして今回間違いなく人権になるのは正月のムツキですね。範囲も広くて、ペロロジュラにも適性バッチリのキャラクターになってます。今回、ムツキがいるかいないか、ここが勝負の分かれ目になるでしょう。そしてメインアタッカーをムツキと据えて、バニーカリンを入れるのがありなんじゃないかと思います。ノーマルスキルの範囲攻撃だったり、今回適性が B ということで、範囲攻撃も行えますし、使える場面はあるんじゃないかと思います。ただ状況によっては外れてしまうかなという印象でしょうか。そしてあずさに関してはなんですけど、置物として置いておけば、敵の防御力ダウンをかけてくれるので、そういった意味合いで使えると思います。おそらく今回は置物になってしまうんじゃないかと思います。そしてエリア適性の面を考えて、いおりも候補に上がってくるかなと思います。前回はそこまで活躍しなかったんですけど、今回は適性 S ということで火力を出してくれるんじゃないかと密かに期待してます。でこの上段にいるキャラがメインのおすすめキャラで、その次でこの下段のキャラという印象になります。ちょっとアリスは厳しいかなと思ってます。そして範囲攻撃ができるライディングシロコだったりバニーカリン、この辺りも多少候補に入ってくるんじゃないでしょうか。適性は D とはいえ、3コストで打てるハルナなんかも候補に入ってくると思います。というかバニーカリンがハルナになるかもしれませんね。そして時点としてこの辺りの神秘のキャラを並べていまして、不思議に思った方もいらっしゃると思うんですけど、このひふみとかウタハですね、このキャラクターたちは何に使うかと言いますと、こちらの動画で紹介をしているんですけど、複数部隊でペロロジュラを戦う場合、この2人のキャラがかなり有用になります。タンクとして夏を持ってない方もかなり有用ですね。よかったらこちらの動画も見てみてください。概要欄に URL を貼っておきます。ヒーラーに関しては正直、そこまで有効な生徒は多くないかなと思っちゃいます。配信ダメージアップができる花江だったりとか、小春、セリナはまあ回復役としてどうしても耐えられない場合は入れるような感じになると思います。風花と綾音、ごめんなさい、ちょっとこれ間違えちゃいましたね。これ辞典の方に入ります。
多分そこまで有用性はないんじゃないかと思います。全体攻撃は多くないんでね。 Twitter の方では変更しておきます。タンクはもう間違いなく夏一強ですね。前回もそうだったんですけど、敵の防御力をゼロにする攻撃、あれを解除できるのは夏だけなので、夏だけ入れておけば耐えられる、そういう総力戦になりそうです。ただし夏を持っていない場合はシールドを貼って状態異常を解除できるマリーを入れるとかなり安定すると思います。もしくは先ほどお話をしたウタハとイグミですね。この辺りのキャラで防御力ゼロ攻撃を回避する、この戦法が有効ではないでしょうか。で今回おそらくアコをムツキにかけるような感じになると思うんですよね。正直ちょっとやってみないとわからないですが、今のところのおすすめキャラはこんな感じになります。正直今のうちに総力戦コインでゲヘナのブルーレイとかノートを交換しておくのをおすすめします。ムツキを育てるのが最優先だと思ってください。ということで簡単にはなりますが、今回の総力戦ペロロジラのおすすめ生徒でした。いかがだったでしょうか。話は変わるんですけど、公式ツイッターの方でセリカの紹介が上がってましたね。 CV 付きでこうやって紹介されるときはだいたい実装されるときなので、セリカ推しの方はおめでとうございます。私もかなり嬉しいので、実装されたら出るまで今回も引こうと思います。それでは今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。